日本ハム後、2ロッテ、14日、エスコンフィールド。日本ハム、田中正義投手が14日、本拠地、エスコンフィールドで行われたロッテとのクライマックスシリーズ、CS、ファーストステージ第3戦の5回に登板。打者5人を無安打、2奪三振の好投を見せた。勝利を引き寄せる投球に、熱戦を見守ったファンからは、凄すぎる、神みたい。 と声が上がっている。実際の動画、田中正義が見せた、引けし、が、神みたい、150キロ連発の完璧リリーフ。田中正は同点の5回2試1塁で登板。寝、ね、二人外内野手を3球三振に仕留めて流れを断ち切った。続く6回を三者凡退。7回は先頭の友杉厚木内野手を3頃に抑え降板した。 二度の回またぎをものともせず、150キロ超のストレートを連発し、一人の走者も許さぬ完璧リリーフで、新庄を強し監督の起用に満点回答を見せた。右腕の熱湯に応えるように、水野達樹内野手が7回に宇宙館を破る勝ち越しの2.3塁打。8回には万波中西外野手が左前的地打を放ちリードを3点に広げた。そのまま逃げ切り、 日本一になった2016年以来8年ぶりのファイナルステージ進出を決めた。2016年ドラフトで5球団が競合し、ソフトバンクに入団も泣かず飛ばず。2022年オフに FA 権を行使した近藤健介外野手の人的保障で日本ハムに加入すると、2023年は25セーブ。今季は自己最多53登板で4勝4敗20セーブ、12ホールド、 防御率2.17をマークした。パーソルパリーグテレビが公式 YouTube でパーフェクト投球の映像を公開すると、こんなん打てるわけない、めっちゃ気合入ってる、投手100%ストレート、かっこよすぎて心臓止まるかと思った、誇りに思う、などと剛腕の投球を称賛するコメントが溢れた。古巣と対戦するファイナルステージでの投球が楽しみだ。